両親どちらともすごいゲーマーだったのでゲームの方が好きになっちゃいました。もうこれでいきます。マイナビニュースをご覧の皆さん、はじめまして、大友美優です。幼稚園の年長の時です。両親どちらともすごいゲーマーだったので最初はパソコンゲームから入って、小学生に入ったあたりから DS とか DSi とか、たまごっちとか。そこからたまごっちに行くんですか？はい、そこからたまごっちに行きました。一緒にもっといる時間を増やすためにって感じで頑張ってました。軽い感じでパソコン持ってるんだったらそのロルを一緒にやってみないみたいな感じで誘われて。誘われた。はい、誘われて始めました。それめちゃめちゃテンション上がります。テンション上がります。ゲームをやってるうちにゲームの方を好きになってしまったと。そうです。ゲームの方が好きになっちゃいました。その人と一緒にやりたい、追いつきたいっていう気持ちだけでやってました。ひたすらランクが上がる楽しさだったり、それによってやり込めばやり、そのゲームをやり込めばやり込んでるほどやっぱやってる年数とかも長くなるので、その試合終わるたびにフレンド飛んできたりで人とのつながりが増えたりして楽しくなっていきました。めっちゃしたんですけど誰もやってくれませんでした。ちょっと時代が早かったんですかね。ですかね。ちょっとややこしいからこういうゲームは好きじゃないって言われて友達全然やってくれませんでした。確かにプレイ動画だけ見ても、はい、なんかすごい複雑な感じはするんですけど、はい、実際はそうじゃないんですか？実際はそうです。あ、実際はそうだ。はい。覚えることがたくさんあって、自分でもまだ知らないことだらけなので。へえ。でもそれ大友さんはよくその最初そこで挫折しませんでしたね。多分好きって気持ちが大きすぎてつまんないっていうところに来なかったんだと思います。じゃあその彼がいなければ、はい、今こうしていらっしゃることもないわけですか？絶対なかったです。今はやっぱ若干仕事寄りで見ちゃう部分があるので、その自分が今やってるロールの方が、なので息抜きとして全く他のゲームやったりしてます。今すごいハマってるのはバロラントっていうゲームにハマっていて、それもそのロールを作ってる会社が出したゲームなんですけど、今すごいそっちも流れが来てて優勝賞金100万円の大会とかがもうバンバン開催されてるレベルなので、ちょっとかっこいい感じの偉人の名前をプレイヤーネームとして使ったら強そうなんじゃないかと思って、そういう気持ちでプレイヤーネームにして大会に出たら、なんとたくさんのメディアに取り上げられてしまって、そっからもう定着してしまって、あ、もっと可愛い感じの短い名前にしといたらよかったなって思いました。ちょっと恥ずかしかったです、大会とかで呼ばれた時も。これ例えばこう名前を変えるとか、はい、こともあったりするんですかね？それともこれでいきます？もうこれでいきます。いきます。